1977年のオトフケ駅と周囲約500メートル範囲。上が、四幌方,方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成オトフケ駅は、かつて、北海道加藤郡オトフケ町第26丁目に、設置されていた、日本国有鉄道四幌線の駅である。電報略号はオフ。営業キロは、 起点の帯広駅からちょうど1 0トル地点となっており、当駅ホーム上に1 0キロポストがあった。1987年3月23日、四方路線の廃線に伴い廃止された。二面二線の相対式ホームと複数の側線を有する地上駅であった。駅舎は単式ホームに面した構内西側に設置されていた。駅周辺にある。 JA オトフケの倉庫や畜産センターへの専用線が、当駅から分岐していた。アイヌ語のオトプケより、オトフケが赤藩に茂る柳を毛髪に例えたものと言うが、詳細は不明。1989年11月1日より、交通公園として整備され、当駅付近の廃線跡は道路に転用されている。二千十四年十月に、駅跡を示す案内板が、 公園中央の石碑の横に新たに設置されている、おとふけ駅跡の交通公園交通公園に関するカテゴリー、ありがとうございます。